こんにこー、皆様こんばんは。黒い猫でーす。あ、今日はですね、メンテでしたね。ルキリいらっしゃい。来ていただいてありがとぶー。起動が遅かった。でさ、ようやくログインして、ご飯をお風呂しながら、タレちゃんで料理とかしてたんですけど、戻ってきてみたら、見て、馬車のアバター外れてんですけど。馬車？あ、違う、馬？ どういうことだぷ？馬車の馬のアバターが外れております。なんで？メンテの影響ですかね。どういうことじゃ。これ一旦ハイデル行ったら、倉庫に馬車預けて出して、ああじゃこうじゃしないといけないかもしれません。お、チカさんからレイド来ました。ありがとうございます。皆様いらっしゃいませ。モンゴルマンさん、こんねこぷー、こんねこ、こんねこスタンプいっぱいありがとうございます。ルキリン、どういうことだぷー？ねえ、ほんと、どういうことだぷー？ヒロさん、こんばんぷー。いらっしゃい。来ていただいてありがとぷー。ガリンチョ、配信お疲れ様でした。レイドありがとうございます。いらっしゃいだぷー。チャルトリューズさん、こんねこ、こんねこ、いらっしゃい。見てよ、ちょっと。馬車のさ、馬のアバター全部外れてんのよ。どういうことだぷー？ひどいだぷー。メンテの影響かもしれんけど。ああじゃこうじゃちょっと。チカリンチョ、ルツムやった？マジで？ええー、ちゃんと見てなかったけど。ご飯食べたりしてたから見れてなかっただぷ。マジで？ちょっとちゃんと、チカリンチョの配信、アーカイブちゃんと見て勉強してから行くだぷ。マジか。ルツムも翡翠もやった、マジで。じゃあもう、あれ？あれ？ルツム、ちゃんと狩れるやり方が、わかったぷ？私、サウニール行こうと思ったんだけど、ルツム行くかぷ？でもさ、すごかったでしょ？チカリンチョのリト様って、何？どんぐらい？ どんぐらい？ AD どんぐらいだっけ？ レベルいくつ？マジか。馬追い剥ぎしたの？馬のアバター外れちゃってんのよな。同じダップ、マジで？でもさ、チカリンチョ中の人のスキルが高いからさ。行くかぶ？行くかぶ？マジで？ちょっとさ、じゃあ、借り方教えてくださいだっぷ。290、364。一緒ぐらいじゃない？私も確か A290 だった気がする。D がいくつだったか。D 360なかったと思うけど。340ぐらいだったような気がする。マジかぷ。361、一緒ぐらいだね。スキル特化も合わせておられました。スキル特化はいろいろ入れてるだぷ。どこで見ればいい？どうやって見んだっけ、スキル特化って。これか。これだ。攻撃。フローアッパーカットってなんだ？下右ね。闇100出すやつ。で、相手の防御回避を減らす。グランドストライクってなんだ？あ、上右ね。これで自分の命中と攻撃速度を上げる。そうそうそう。だいたい一発目これでいきます。これとこれ。上右下右で一発目いきます。で、砲撃。砲撃。そうそう。で、踏みつけ。踏みつけで、
モンスター攻撃力、防御力増加。回復は入れてないのか。回復はもうやめたんだな。クローアッパーカット。で、なんか強いやつ。これで防御と回避を上げる。なんかそんな感じ。特化は若干違う。うんうん。特化はね、なんか別に誰かの真似したわけではない。一番上のやつ HP 回復入ってた？え、マジで？砲撃。あ、ほんとだ。HP 回復と MP 回復入ってた。あれ？じゃあこれはどうしようかな。なんか違うのにしよう。うん、これは違うのにしよう。よいしょ。スキル教官のところに行きましょうか。スキル教官どこだぷ？あ、あの議会のところの、あの人ね。はいはいはい。あの人か。議会の手前に立ってるあの人ね。行ってきましょうか。あれ、HP 回復外したと思ったけど、入ってたね、まだ。砲撃ね、はいはい。自分の攻撃防御、自分の攻撃防御、自分の命中詠唱速度、自分の防御力回避。あと何があったっけ？スキル特化。こいつをなんか違うのにする。何にしたらいいかな。命中回避。あ、クリティカルがないじゃんね。クリティカルと、あと何？何がいいだろう。どれを進む？攻撃力増加しとくか。防御、回避、命中、攻撃速度、移動速度。攻撃力20。これでいいや。あとは防御、グランドストライク。まあいっか、まあいっか。なんかスキル使うたびに何かが発動してる感じ。レオナで、そうで、どうしよう。じゃあしょうがねえ、ルツも行くか。玉砕覚悟でルツも行きますか。しょうがねえ、チカリンチョが行ったというなら。ちょっと借り方教えて。じゃあついでにチカリンチョを頼りに出ます。ルツムということはスタンケプラに行った方がいいのか？ルツムってどこだ？ルツム。ほら。ここ？こっち？こっちか。こっちか。ということ。一旦ここまで行く。うわーん、馬車の馬アバター消えてるのがめっちゃ違和感なんですけど。馬が裸だー。
恥ずかしいだぷ。どういうこと？これどういうこと？ひどいよね。馬が裸になってます。ガクリュウさん、足上げがないだぷ。今日はルツもやるから足上げお休みだぷ。ちょっと頑張って行ってみようと思う。いや、行けるのか？行けるのか？チカリンチョ、普通に行けた？チカリンチョ、ルツムやった時にトッカと最後に水晶を見せてるから確認もちゃんとできるプ、すごいな。水晶、水晶は何入れてたっけ？死ななかった？チカリンチョ、チカリンチョは死なないわな。マジか、めっちゃ怖いんですけど。大丈夫かな。標本入れて平気かな。標本入れて平気ですか？いたたた。あ、姫様。姫様のバナナが痛いだぷ。標本で大丈夫？それとも、足上げがないぷにゅりんぱ。いや、今日はね、ちょっと必死こいて、あれするから、あれ？必死こいてルツもやるから足上げはないんだぷ。標本使った。おし、標本でいくか、じゃあ。どこだっけ？ここか？ルツム、監視警戒所。余裕でしょ？いや、この間ね、ほんと水晶パリンパリンやっちまったからさ。おっかないんだぷ。二度と来ねえ、こんなとこって。思ったよ。ジャイアント以下ジャンプに。いや、ジャイアントより全然痛かったよ。めっちゃ痛かったっすよ。半端ねえって思ったもん。半端ねえ痛さでした。ジャイアントの方がよっぽど狩りやすかった。立ってる場所が悪かったんかな。いや、めっちゃ怖かっただぷ。NM いたんだっけぷに、行く価値なくない？ NM？ ネームド？私あれですわ。男子が欲しいんですわ。ちゃんたなさん、こんばんはだぷ。いらっしゃいだぷ。ちょっとさぁ、ルツムリベンジさせられてます。姫様、一回行ったけど、うん。エルビアの領域。美味しくなくてジャイアントにしたプニ。美味しくないんだ、やっぱり。ジャイアントの方が狩りやすかったよな。なんかさ、木が多くて狩りにくいのよな、ルツム。んで、どうしよう。こっちの防御。何しよう。ダメージ減少の異物にして、こいつを入れて、こいつ使うか。こうして経験値も入れておくか。ほんでこれを使っておくか。あとなんかあるかな。そうか、よし。マジか、ちょっとおっかないんですけど。伝承的には D 低め、プニね。D 低め？ D、D 低め？あ、ワンコがいない。あ、そして、テントバフ入れてなかった。テントバフ。ロースクロールオンの。あとこれだ。えい。いやー、ちょっと待って。これで、これで、223% で、
頑張ります。めっちゃ怖いんだけど。で、V、買うか、たゆまぬで作れば国？え、手4だね。4でしたね。ちょっと、どの辺、うわ、うわ、そうそうそう、このさ、この範囲攻撃がやばいんだってばよ。範囲攻撃がやばいんだったら。スムー族。ほら、一匹やるのにこんなに硬いよ。えいえい。えい。痛いよ、痛いよ、痛いよ、硬いよ。端っこの方で戦ってるけどさ、この、弓が嫌なんだぷー。弓が、この弓野郎が。ほらほら、この範囲攻撃が。例えばなんかこれ壊すって言ってたね。えいえい。V にしよう。そういう時期ぶり。マジか。なにこいつ、なんかめっちゃ強いんだけど。なんか怖いやつがいる。なんか前回ここでだいぶ泣かされたよ。いやー、なんか怖いのいる。怖いのいる。弓。嘘だろ、ちょっと怖いよ。ほら、もう HP 半分とかなってる。ザンバさんかな。ギャーギャー、ちょっと待って。いらっしゃい。新規フォロワーさん来ました。ありがとうございます。嬉しいです。ルツム怖いだぷー。めっちゃ怖い、ルツム。よいしょっと。なんか、塔を壊す。塔を壊すだぷ？壊すだぷ？なんかここやだ。なんかもっと他んとこない場所。すごい借りづらいんだけどな。別の場所がいい。中入ろっか。中のがいいか？ちかさん、あっティーシがやったのは、前回、たかこちゃんの水晶パリンパリした。あ、さっきんとこ？さっきんとこかぶ？エリート弓兵。まず、こいつらを、なんと、うわ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 、この赤いやつが、本当に痛いんだ。うわぁ、本当に痛いんだぷ。えい、えい。マジかよ、マジかよ。えい、えい、えい。マジか。痛いんだぷ。怖い。エリート弓兵が、うわぁ、この、範囲攻撃してくるのがほんとやだ。ほんとやだ。ほら、もうやだ。やだぷ。この範囲攻撃あれか？エリートのやつみんな範囲攻撃してくるのか、ひょっとして。マジか。弓が嫌だ。死ねや。前よりはマシプリ。いやー。前多分ね、だいぶ、舐めきってきたからね。ちょっと、心構えが違うだぷ、今回は。なんとか一塊やったぞ。水晶割ったら赤字部に、ほんとだよね。無理していく狩り場じゃない。だいぶ無理してきてるだぷ。タクリュウさん、タカコさん、絶対解説、取説読まない人、取説読まない人だね。余裕ないから見れないプニ。ん？チャットちょっと今、今回はだいぶ微妙っす。今までのサウニールとはちょっとわけが違うんだプニ。
わけが違うんだって。ギャルトリューズさん、ああ、コーヒーおいしい。いいな、おい。くつろいでらっしゃる。コーヒーはおいしいね。いいよね。うわー、怖っ。怖っ。この箱を、なんか壊せるんじゃなかったっけ、この箱。なんかそんなギミックなかった？この箱壊すとなんかいいことなかったっけ？確か、あれ？なんかそんなんなかったっけ？え？何？なんか赤いメッセージ出てきたんだけど、ルツムが闘争心がどうたらこうたら。やめて、そういうのいいから。ああ。もう、なんかこの壁とか、張りにくいから。ああ。張りにくいか。弓が本当にムカつくんだわ。ここで水晶割るならヘッセのが良きかと。え、ヘッセは無理でしょう。カクリュウさん、タカコさんが死ぬ、なんとか配信は米が進む。飯馬ですか。いやー、やめてくれー。うまみないのに悪い意味がないのに。ここ美味しくないの？今日チカリンチョさっきやったって言ってたけど、どうでした？なんかいるだぷー。不屈の闘争心が宿ります。どういうこと？宿んなくていい。友学が変な変換。トリマ、ベグ、V、カリブル、V、カオープに、話はそれからプリ。買うの？ V を？ V 買うのかプ？やだプ。そのうちなんかさ、なんかあの、ラブレスカ的なやつが来るんじゃない？そのうち。一段スクのみで残死5個絶望1個。マジ？それはあんまりうまくないだって。ルツムって、そんなにうまくないかプ。ああ。この塔を壊すだって。もがく、もがく、そうそう、もがき苦しむんですよ。ルイ買うに、買うカプ？買うカプ？たゆまぬすればいいやん。たゆま、あ、やだ、ちょっと死んだよ。死んだよ。マジで？ちょっと勘弁。マジか。やだ。やだ、ちょっと死にましたけど。デイリーお疲れ。やっちまったよ。なんで死んだ今。なんか強い攻撃しやがった、こいつ。なんか強いやついる？エリートなんとかが強いよ。なんだよ。やだ、ちょっと。いや、怖っ。やだわ、こういった。エリートなんとか、マジ強え。怖っ。やりたくない。うつむ。ほんとやだ。たゆまぬって、た
なんかカプラスいっぱいいるやつやな。あれか、なんか。ボスの、なんかをいっぱい集めるやつだっけ。1パリン1パリンしたよ。エリ飲む狩場じゃないし、装備構成か水晶調整しましょう。プリン、いやいやいやだいやだ。エルカールじゃなくてよかったね。エルカールはね、3つ予備があるだぷ実は。あーっと、痛いんだぷー、嫌だぷー、怖いなもう、怖いなもう、嫌だよ嫌だよ、こいつら痛いよ怖いよ。アーカイブ見てからやればよかったのに。あー、だってチカリンチョがや、あ、残死1個出た。とりふう、残死やっと1個出ましたよ。そういえばこいつを取りに来たんで、私はトゥバラ交換からいける。トゥバラ交換から、トゥバラ、トゥバラ、トゥバラ装備、歩まぬ何個目、歩まぬは1回やったよ。だからちょっと値段があるんだよね、2回目だと。確か。ああ。こんな狭苦しいところで。よいしょ。さっさとその手を部位に。V 押すねえ、手を V に。いやー、武器を3にしたいんだけどな、その前に。武器を3にしたいんですが、アクセ V2 個あるんだし、アクセ V2 個あったっけ、あった気がする。頭カプラス10段とかも、そうそう、それもやんなきゃいけないのよな。えいえい。キャー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 。次、エーボナ293だっけ、プリ。エーボナが私よく分かってないのよな。今290だからね。いくつなんだ。怖いだぷー。またなんか死を覚悟して進撃します。いやいや、そんな覚悟して来なくていいから。来なくていいから。来なくていいから。ワインダップ、覚悟してこない、ワインダップ。よろしい。いやー、なんか強そうなの来た、強そうなの来た、なんか強そうなの来たよ。えい、痛い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 。そうなのが来た。309まで4刻み。ウェイクさんこんばんは、いらっしゃい。ルツムリベンジなぜかしてます。アウニールやるつもりだったのにな、おかしいな。そして1パリンしました。お約束の。もう今日何パリンするんだ、わからん。
怖いよ。リーボナは6刻み方法。楽しいなら良きけど、何週間かかるから、ウィークリーだけやっとくプリン。今更4改良のご時世じゃない。え、マジで。ブラックスター4改良のご時世じゃない。そうなの？そうなの？ゴッドアイド武器3を先にやらせてくれませんかね？なんとか やらしてくださいませんかね。セーラフ。V の6段化プラス。V 押しますね。なんか火ついた。なんかあるよね。なんかあるよね、これ。名誉ある、ルツムの戦士が、なんだって。この、怖いだろ。ルツムの名誉ある戦士が、来なくていいだぷ。やだ、なんか怖えだぷ。燃えてるぷ。怖えだぷ。やん、ちょっと怖いよ、あんたたち。やん、ちょっと。もう、この範囲攻撃やめて。範囲攻撃やめて。本当にやだ。本当やだ。本当やだ。範囲攻撃嫌い。もう、コメント読めねえ。コメント読めない。今日はコメントすっ飛ばし多いと思いますが、お許しくださいませ。ならち、なんだかわかんないけど、頑張プニ。はい、頑張ってプニ。箱壊して一連の流れ作業。え、何？流れ作業ってなんだプ？で、また、3箇所、タカコデイリー、狩りで水晶を割る。12分の1。12個割んなきゃいけないの？そんなひどいだぷ。ひどいだぷ。怖い。この範囲攻撃、ドイツが、どっから飛んできてんの？この範囲攻撃、マジで。弓か？こいつか？お前か？お前なのか？エリートなんとかがいけないのか？エリートなんとかしねえや。ほんと、この範囲攻撃勘弁してほしいわ。エリートなんとかめ。塔を壊すだぷ？ないなぁ、もう。やだわ、もう。やだわ、もう、この人たち。やだわ、もう。を壊す。3つなかった塔。あった気がしたけど。マスカン V つけてるな、リブルのセットでつけないと、何？難しい話は今日は無理だぷ。無理だぷ。ほんとごめん。ちょっと マジ余裕ないっす あー、ちょっと、誰か、棒読みしに来ませんか 棒読みしに来ませんか？なんか黄色い、なんかで、
なんかあそこ安全地帯だったよね、確か。ここ。確か安全地帯だった気がする、ここ。なんかそんなあったよね。はい。ギルメンちゃんじゃないし、ギルメンちゃんのアドバイスで良きかと。うん、ごめんね。なんかごめん。本当に。余裕がないだぷ。ガーモスだよ。え？あと15分。ガーモスはやりにくかな。あてしそのギミック使ってない。マジで？マジか。黄色いところで戦うと、なんか安全地帯なのよな。確か。そんなんあったよね。忘れてたプニ。39プニ？え？ 39 って何？あ、サンキュー？ Thank you です。あー、いっぱい来た。怖い。怖いだプニ。やばい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 。やばいやばいやばい。えい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 。回復しろー、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 回復しろー。攻撃して回復するんだ。ふう、生き延びた。なんとか生き延びたぞ。なんとか生き延びたぞ。よし、よし。よし。えい。回復しろー。回復しろー。えい。必死だぷ。やばいやばい。ちょっと黙っちゃった。ごめんだぷ。こっちの方になんかいるぷ。またなんか怖そうなのがいる。おっかなそうなのがいるなぷ。こいつら絶対強いぷ。怖いぷ。怖いぷ。うわーん、わーん、わーん、わーん。おっかないだぷ。でも前回よりはマシだぷ。前回全然狩れなかったもんね。水晶1個パリンしたけど、1個でまだ済んでる。でもなんでさっき死んじゃったんだろう。なんか範囲攻撃見落としてたかな。赤い床踏んでたかもしれない。もしかしたら。お金、お金。お金、お金。興味本位で外ピン突っ込んでマムシ割るどこぞのウィッチよりマシ。男子出た。シャルトリュードだ。外ピンは怖いところだよ。怖いとこだよ。興味本位で突っ込んじゃダメだよ。マムシは、あれですか。チンマムシでしたか。ホンマムシでしたか。ゲンマムシでした。シーンだったら泣けるね。シーン作りたいよな。何度かチャレンジしてるけど、弦とか本しかできないんだ。頸髄も集めなきゃいけないから。お、新規フォロワーさん。ミラーさんかな。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。今日は、ルツムが強いだぷー。ルツムがめちゃくちゃ強いだぷー。なんか意外と、なんだかんだジャイアントの方が狩りやすい。痛い痛い痛い。この間、外ピンで反逆割った。反逆ってさ、なかなか入手が厳しいやつではなかったでしたっけ？なんか、1キャラ1回しか、なんかチャンスがない材料
なかったっけ？反逆なかなか商品ではなかったでしたっけ？違った？認識違ったらごめんなさい。ああ、痛い痛い痛いよ痛いよ痛いよ。痛いだぷ。そして塔を割る。箱壊せます。箱壊せます。チンマムシだよ。えへん。えへんじゃないよ。シンマムシ壊しちゃダメだよ。シャルトリューズさん、なかなかの貴重品じゃないか。シンマムシは。なかなかシンにならないでございますわよ。痛い痛い。やっぱ1対1は危険、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 えい、えい。囲まれるとやばいけど、1対1はダメ。えい、なんとか乗り切ったぞ。なんとか乗り切ったぞ。乗り切ったぞ。乗り切ったぞ。とかなんとか。えいへい。えい。よしよし。あぶねあぶね。600メガで買いました。買ったか。今度作ってみろぷ。なかなかできないから。とびひろさん今日は外ピンで2回死んじゃった。死んじゃったか。ここ早めに修理しておくといいですね。修理も言ってた方がいいかぷ。なかなか怖いだぷ。ちょっと安全地帯行って修理するかぷ。修理できる場所あるかな。ペットじゃない、テント。キャンプ設置できないだぷ。修理。そして、メイド。毎回おっかねえなあ、もうおっかねえなあ、もうえい、なんかおっかないのがいっぱいいるぷ。えい、あーギャーギャー、死ぬー、助けてー、死ぬ、うわえーい。危ね、死にかけた。危なかったよ。なんとか乗り切りました。ここ狭いなぁ。狭いなぁ。なんか結構広い範囲攻撃来るから。逃げ場がなくなると痛いよね。はい、だと。わかんないな、もう。あ、箱が燃えている。これ何出すんだっけ、これ。なんか、いいもん出すんだっけか。侵食された息吹しか出さなかったよ。赤い塔。いやー。痛いだぷ。痛いんだぷ。斬死。
よし、残滓出た。あれ、残滓1時間で4つって言ってたっけ、チカリンチョ。残滓4つに結晶1個って言ってなかった、さっき。ギャー。5個。5個か、残滓5個か。こんな感じだね。多分。5個と1個。あ、5個と1個。私もそんな感じな気がしますね。この出っぷり、出方は。出方っぷりは。この塔を壊す。5個と1個か。6個以上出たら、黒い猫の勝ち。5個なら引き分け。4個なら猫の負け。残滓の数で勝手に勝負するラフ。はい。えいし、こえいし。残り28分だプ。いや、ここは借りにくい。これを倒したら安全地帯ができるか。か。安全地帯はどこだ？出た。安全地帯出た。よっしゃ。安全地帯だプー。えいえい。多分ここは安全。あれ？なんか押されてる。えい。黄色いところは安全地帯っぽいけど、安全地帯っぽいけど、それでも、イレネチン、まんま、いらっしゃい。チカさん、推奨割で残滓マイナス2個。突発エルカール推奨割る。やだぷー。割りたくないぷー。あ、もう消えちゃった、黄色いドーム。早いな。そろそろガーモスプにあと3分か。3分前です。今日ガモの日。あんま、ルッツムは何が美味しいんだプー？なんか別に。残滓出やすいとかもないし、結晶出やすいとかもなさそうだし、なんだ？タウニールのがいいよね。だから、よくわからないだろ。そりゃ人気もないわ。なんか、ゴミ泥おいしいとかでもないしな。もうそんな時間、もうそんな時間だぷ。デイリー早く終わる感じ。あ、デイリーが早く終わるんだ。なるほど。ウツム族を退治する。なんかデイリー全然進んでる感じがしないぞ。なんかオレンジ色のあれが出てないな。なんか違う？やってる場所が違う？ひょっとして。なんかクエストのオレンジ色のマークが見えないだっぷ。
ガーモスはクプニーよ。あ、ガーモス。もう23時だ。もしちょっと、あ、ちょっと安全地帯がワイタップ。安全地帯ワイタップ。ちょっと待ってだプ。あと10秒。いやー。どっか安全な場所に。いやー、安全な場所に。どこか、どこか、安全な場所に、ちょっと、一旦移動して、ガーモスはドラカニア。あ、もう湧いた。はい、行きます。います。ガーモス。23時です。ああ、うつむこわ。ああ、ガーモス。目の前にいた。ガーモ、ガーモー。えい。ガーモ、ガーモー。ガーモス、ガーモス。そっかー。ガーモスかっこいいねー。もう足しか見えないけど。ガーモスかっこいい。くつむがどうたらこうたら。えい。どっかー。どっかー。ガーモス降りてこーい。いない、誰も。笑福亭、なんとかさん、お亡くなり。ん？あ、鶴瓶？え、誰がお亡くなりになったって？鶴瓶？鶴瓶お亡くなり？でも結構もうお年でしょ、あの方も。ね、重鎮がどんどんお亡くなりに。鶴瓶じゃねえ、誰？笑福亭何さん？ギャー。誰？何やってた人？翔平さん。え、翔平さんって誰？知らない人だっけ？翔平さんは存じ上げないかもよ。顔見たらわかるかも。何やってた人？持ちネタ教えてください。あ、終わった。さあ、何が出たかな？悪夢シューズ。悪夢のシューズが出た。ボルクス30。はい。参加賞ですね。ありがとうございます。じゃあ、ルツムに戻ろう。落語。うん、落語だけど、
笑福亭ということは落語でしょうけど、何や、どんなネタを持てる人、何出てた？翔平、わかんないな。悪夢手、出たプリ、悪夢の手。私はシューズでした。よいしょ。さて、続きをやりましょう。いやー、いっぱいいる、いっぱいいる。怖いだぷー。えい。怖いだぷー。ダウンタウンの浜ちゃんと、浜ショーとか。浜ショー？浜ちゃんと？あ、浜ちゃんの浜と翔平のショー。なんだろう。見たらわかるかもしれんが、あんまりわからんぞ。えい。いやー、なんかいっぱい出た。なんかいっぱい湧いたぞ。怖い、怖い。なんか怖い。なんか怖い、怖い。なんか怖いぞ。めっちゃ怖いんですけど。黄色いメガネ、ああ、黄色いメガネの人。はいはい、わかった。それでわかった。はい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 。あの人、なんで病気？病気？コロナ？なんで？なんか病気だったの？なぜゆえ？そんなだってお亡くなりになるような年じゃないでしょう。急性大動脈なんとか。マジか。急性なんちゃら怖いよね。大動脈なんちゃら。血管の病気？わかんないね。みんなも気をつけようね。生活習慣病とか不摂生はやめましょう。いやー、なんかいっぱい湧いてるよ。なんかあっちの方にも怖いのがいっぱい。あー、火がついてる。えい。男子出た。よし。ってふぅ。お、残滓2個出てないか、これ。ふぅ。よし。えい、えい。音を壊します。口の音も壊します。音を壊す。大動脈乖離。乖離。大動脈が乖離する怖い病気。いやー、怖い怖い怖い。いやー、怖い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 。なんかこいつ強いぞ、強いぞ、強いぞ。しばらく逃げ回ろう。えい。強いやつが、エリート弓兵強い。弓兵はやっておこう。いや、なんか怖いの来た、なんか怖いの来た。なんか怖いの来たぞ。いやー、なんか怖いの来た。あー！いやー！ダメだ、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 やられる、やられる、やられる前にやれ、やれ、やれ、あ
怖い怖い。いやー死ぬー。死んだ。ちょっと無理だった。くっそー、くっそー。くっそー。やられたプー。えい。なんか強いやつだ。そうか、少数の強いやつはやりづらいな。いっぱいわらわら来てくれるとヒットするたびに回復っていうのがあるからね。が効かないとつらいな。飯切れてます、飯切れてます、飯切れてます。はい、ありがとう。赤子デイリー、針で水晶割る12分の2。はい、2個ありました。やってもたぷ、やってもたぶん。あれ、今日なんかルキリンがおとなしいぞ。さてはあれだな、あれ言ってるな、アトラクション。さてはアトラクション言ってるな。だいたいルキリンがおとなしいときアトラクションやってるんだぷ。トイレ行ってて見逃した。うん、2回目死んだ。なんかやられちった。ゲーネッチ、2月28日、スプリングシーズン。え？またシーズン来んの？マジか。もうやんないよ、私。他の女かもしれない。うん、他の女だね。最近浮気ばっかりしてるからね、あいつはね。好きにしたらいいだぷ。なんて偏見。好きにしろだぷ。やりたい女とやったらいい。えい。あと残り、バフが残り15分だぷ。あ、残死出た。あ、いた。うん、いたね。アトラクションに行ってるかと思ったけど、おとなしいから行ってるかと思った。でも多分行ってんじゃない？でもルツもそんなに美味しくはないぞ。なんかサウニールでサクサク買ってた方が安全、安全は安全よな。一人用夜泣き屋で謎解き楽しんでる。あ、やっぱり、やっぱりアトラクションやってた。なんかおとなしいな今日はと思ったら、そういうことか。男子調子ねえ、比較的調子いいよね。割と出てる方ではなかろうか。でも水晶パリンもやってるからな。パリンも順調ですよ。皆さんのご期待に不本意ながらお答えしている状況が続いております。いやーいやー、赤くなると怖いだぷ。殺しやー。
なんかいっぱいいっぱい来てるよ。おっかねえ、おっかねえ、おっかねえ、おっかねえ。なんかよくわからんけど怖い。えい。ひー、ひー。なんか怖い、怖いからあんまり来ないで。弓が鬱陶しいんじゃ。なんかいっぱい湧いてるし、いっぱい湧いてるし、ギャー、なんかいっぱい来た。なんかいっぱい来た。怖い、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 怖い。えい。怖いし、怖いし、怖いし。えい。あてしの時のルツンは、あれか、タカ子が来たぞ。倒して水晶を割ったる。あれれ強くね、あれれ人違いだ。男子なんて出さないぜ、だったんだな。なんか言ってるし。なんか言ってるし。あ、燃えてる。燃えろよ、燃えろよ。この世燃えろ。絶望出た。絶望出ましたぜ。絶望も集めないとなぁ。200個。200個ですよ、奥さん。絶望200個とかどんだけっすか。と、あほう。3箇所。キャー、キャー。なに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 。なになになに。なに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 。なになになに。いや、ダメ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 
何こいつ、強いんだけど何こいつ、強いんですけど、もうもう、えいえい、もうやられたぷ、やられただぷ、安全地帯はどこかぷ、えいえい、強いやつがいる、こいつだ、こいつか、真ん中のデブか、このデブの攻撃が痛いのか、警戒してたのにな。ブローラー、ブローラーが痛いのか、うう、タコデイリー水晶、狩りで水晶を割る12分の3、エリート弓タカコが結構削って、弓か、エリート弓、痛いよ、弓痛い、エリート弓か、優先的にやろう。弓と弓。弓がほんとうっとうしいよな、ここ。マジで。またなんか湧いてきてるし。なんか、あ、出た。出た、安全地帯、よし、安全地帯来たよ、あ、カモン、お、安全地帯だよ、今日もルツの士気が高いようでやる気満々だぷ、恐ろしい、消えちゃった、
あの黄色いのは時間なのかな。あ、で消えちゃうのかしら。あー、なんかいっぱい湧いてる、いっぱい湧いてる。普通の闘争心が、普通の闘争心はいらん。急になんか強いっぽいのが来てるし、怖い怖い。エリートのやつは、なんかまたデブッチョのやつが来たぷ。ああもうやだな、もう怖いよ。いやーもうなんかもういっぱい来たし、いっぱい来たし、ちょっと、男子出た。あーあー、なんか赤いカーテン来たカプー、来たカプー、来たよー。誰来た、これは誰来た、誰が来た、ちょっと誰来た、オーガカップ、オーガが来たプ、オーガです、オーガくん。オーガが出てる間はちょっと余計なやつら出てこないでほしいわ。もうこんな借りにくい狭い場所で、いやーなんか広い攻撃やめてよね。やめてよね。ちょっと。やめてよね。えい。ひー。なんかいろいろ邪魔。邪魔借りづらいんですけど、邪魔なんですけど、いろいろわらわら湧いてくるのやめて。邪魔。えい。オーガオーガが全然削れませんけど。オーガが、そしてなんか燃えてるし箱。回収しました。なんか出た今。何も出てなくね。オーガくん、硬い。ここのオーガくん、硬いだ。なんかが邪魔して攻撃が当たってない、もしかして。この壁が邪魔なんじゃない？変な柵が邪魔してませんか、ひょっと。えい。いやちょっと。もうなんか画面が赤いからなんかちょっと画面が赤いんですけど、
ちょっと逃げるカプ？ちょっと逃げるカプ？助けてー助けてー助けてー。エリートなんとかがいる。もうエリートなんとかがめんどくさいだぷー。ああ、死にさらせー。ああ、あーもう、結晶化した絶望、飲食された息吹、クローマ力推奨、男子、ふう、出た、残死、丸い、し、と、あ、怖いやつ。キャッハータイム、そうだった。赤いカーテンのやつが出た後はキャッハータイムだった。なんかバフがついてんのよな。キャッハータイムで。はあ、いつもよりも強いはず、強くなってるはず。うん、やっぱ強いね。なんか鼻に攻撃が来てるということはエリートのやつがいる近くに。気がいないだぷ。えい、死ねだぷ、死ねだぷ。えい、赤い床、赤いの嫌だ。さて、バフが切れたら終わろうかな。バフが切れたら終わる。うつむどくの大族長ってやつがいるよ。何族長？族長がいるよ。めっちゃ強いんじゃないこいつ、ひょっとして。こいつが痛いんじゃないか、もしかして。そうでもないな。飲食された息吹、クローマ力推奨、それだけかーい。だけかーい。いい残死出た。よし。追っかけてきた。なんか来たよ。なんか来たよ。結構こいつら長距離追っかけてくるな。なかなか、いっぱい降ってくる。なんか強いし、怖いし。でも、今はヒャッハータイムだからな。どんと来いじゃ。どんと来い。
さあ来い、さあ来い、さあ来い。火がついてる。よし、火がついてるぞ。火がついてるぞ。えい。なんも出ねえ。なんも出ねえぞ。なんも出てないぞ。いや、おっかな。何今の。リズムの名誉ある戦士たち。さあ、エリートなやつら。エリートなやつら。怖い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 。痛いし。あーもう、あーもうやられた。くっそー。くっそー。もうでも、ヒャッハータイム終わったので、安全地帯で復活しよう。こっちでいいや。あー。安全地帯どこだろう。安全地帯、本当に安全地帯ここ。中子出入り、狩りで水晶割る12分の4。はい、12分の4。もう終わる、終わります。今日はもう終わります。バフも切れたしね。終わりましょう、終わりましょう。一旦終わるだぷ。あれ？どこ？いや、なんか来てるし、来てるし、来てるし、来てるし。ここじゃないぞ。警戒所。警戒所まで行く。モンゴルマンさんのキノコとバナナが痛いだぷ。勘弁してくれだぷ。いい。よし、この辺で終わろう。いやー、ルツムやっぱ痛いだぷ。恐ろしい。さあ、男子は、おお、すごい !10 個集まりましたよ。で、絶望、結晶化した絶望は2個。チカリンチョの倍出したぷー。え、へん、どや。ということで、男子勝負はタカコの勝ちです。やったー。エルビア出とこ。怖い怖い。はい、ということで、今日はなかなか調子よかったね。シャルトリューズさん、おつおつ、ありあり、とびひろさん、勝ったぷー。うん、チカリンチョに勝ったぷー。イェーイ。やっただぷー。え、へんどや。とびひろさん、おつだぷー。ありだぷー。モンゴルマンさん、おつねこぷー。ありねこぷー。ということで、明日は祝日でお休みなので、昼間もなんかやると思います。お時間、ご都合、合いましたら、ぜひまた。遊びにいらしてください。チャンダナさん、お疲れ様だっぷ。ありがとうだっぷ。ルキリン、おつなのだっぷ。ありなのだっぷ。ウェイクさん、お疲れ様です。楽しかった。楽しんでいただけたなら、何よりだっぷ。きっとこう。よし。ヒロさん、おつおつだっぷ。ありありだっぷ。ということで、また明日お会いしましょう。では、またねー。ありがとうございました。